このボールちょっと見て、そしてさあどうだ、これはノーホイッスル、ブランドは献身、さあ持って入る、そうフリーになる、シュート放つ、決まった、先制さぬき、ブランドは献身 J 初ゴール。前半の立ち上がり、このロングフィード、オフサイドありません。ブランドは献身フリーになります。そして落ち着いてさぬきがまず前半、ブランドは献身のこのゴールで1点を先制しています。ここは急ぎません、さぬき。竹内が自ら持っていって長いボールをサイド変えてきて左、森川中を持っていって低いボール、どうだ、決まったか、ゴールを決めたのは重松。さあ今のシーンです、サイドを変えてきて、ここから森川が中を見て裏に走り込んでいった重松、合わせて2点目。重松はこれが9試合目のゴールです。ここまで2ゴールしか上げられなかった重松なんですが、前半もう間もなく残り5分という時間帯なんですけれども、ここまではホームのさぬきのペースで、さぬきがリズムを取りながら、さあそして重松がシュートまでいけるか、重松3点目。そして重松自身今日2ゴール目、追加点が入りました。釜玉アレさぬきのように今日は前半戦ここまで3得点。このボールも奪って落ち着いて最後は押し込んでいきました。今日2点目、そしてこれが3点目となるゴール、重松今日2ゴール。さあ今度は高木がスルーパス、ここにブランドは健信がいますが、もう一度森川ここにいて、まだ入らない。さあ池が打っていく、どうだ、決まった、ミドルシュート、4点目が入りました。釜玉アレサルキ、今のシュートです。池は迷わず狙ってきて、これが見事なミドルシュート。キムヒョン縦に高木さばいて川崎、さあ中には2枚2トップ、重松ブランドは献身、川崎が行ってちょっと自分で狙っていくがゴールキーパーの金子。